幽霊を探し求めるんじゃなくて、お。幽霊にすら分類されない新しい何かこう、まだ未知の、要するに得体の知れない存在っていうのを探していくチャンネルになるのかななんてちょっと思ったりとかしてて。ニューカマー。こんばんは。こんばんは。はい。七代家の夜のお時間でございます。このメンツでやるの珍しいなっていうメンツなんですけども。はい。七代家の七代です。熊子です。雨の市です。はい。というわけでございましてね。まあ、いまだに夜投稿のテンションをね、ちょっと測りかねてる、ね、我々ですけども。そうですね、本当に。そう、このメンツすげえ珍しいんだけど、ちょっと実はね、ちょっととんでもないことがありまして、まあ、本邸とか別邸関係のものではないんですけど、ちょっと熊子がね、先日、まあ、ちょっとどのタイミングで動画出てるかちょっとわかんないですけど、七不思議の大赤身のぶさん、ね、いらっしゃいますね。そののぶさんに教わった、なんかその、霊感のコントロールのやり方みたいな。ね、見えてしまうのに困ってる人は見えなくする方法があるよっていう。それはスイッチをオフするような感覚で、自分の中でスイッチをイメージしてオフにすると見えなくすることができるって、安から聞いたんだよみたいなことをノブさんから教わって、で、熊子が実践したら、あ、なんかうまくいったわ、みたいな話がね、あったと思うんですよ。で、あの後に熊子から、ちょっと連絡が来て、ちょっと非常事態が発生しましたと。なんか、これどう説明したらいいか分かんないんだけど、ちょっと異様なことが起こったんでっていうことがあったので、ちょっと、で、その内容一応聞いたんですけど、これは夜でしょうっていう内容だったので、まあちょっとで、今回その動画を撮ってるっていう感じですね。というわけでございまして、ちょっと何があったのかを、ちょっと熊子に話してもらおうかなと思ってるんですけど、いいですか？そう、デザインフェスタ当日の、日曜日、最終日ですね、の話なんだけど、ね、お客さんが結構空いてて、比較的ゆったり接客できたんですね。で、ノブさんの言ってたスイッチの方法を使って、僕はやってたから、比較的具合も悪くならず、割とゆったりと過ごしていたんだけど、なんか、一組お客さんが自分のブースに入ってきて、アクセサリーを見回ってる時に、すごい視線感じてバッて見たら、体はアクセサリーの方向いてるのに、首だけこっち向いてる女性がいたんすよ。その時点で、もう透けてる人の部類に入るような動きだったんだけど、でも僕スイッチ切ってるから、他の人は全く見えなかったのよ。透けてる人だけ。見えなかったのに、その人だけ見えてて。で、しかも、その体は本当にアクセサリーを見てる風な感じの、もうなんか手に取るように壁に飾ってあるやつ、下に敷いてあるやつとか棚に飾ってあるやつみたいな感じで見てるのに、首だけ、首っていうか目だけ、こっち見てて、僕の方見てて、ずーっと口パクパク動かしてなんか言ってるの。で、その、まあ一方で、そのお客さんとして来てる人は、うわ、かわいい、すごい、すごい、みたいな感じで、で、動画とか全く関係ないド新規のお客様、アクセサリーから入ってきましたみたいな方だったから、僕のことはもちろん知らないわけですよ、その人は。で、なんだけど、その後ろの人だけが、もうこっちをガン見してながら、口パクパクさせてて、でも接客しなきゃいけないから、まあ、せっかく来てくれたし、と思って、その人の隣行ったら、耳元で、ねえ、見えてるんでしょ？無理しなくていいよってずっと言ってた。その首だけこっち見てる人が。怖っ。何やそれ。で、ずっと言ってて、で、お客さんは気にしないで、僕はお客さんと普通に喋ってて、で、その人お会計終わって、ありがとうございましたってパッて、こうやってお辞儀して顔上げたら、これぐらいの距離で、体がまだ前を向いたまま、首だけこっち見てて、ねえ、怖くない？みたいな感じで聞いてこられたの。だからもう、周り誰もいなかったから、いや、怖いよって言って、普通に返事したら、だよねって言って、そのまま歩いて行っちゃったんだけど、何？って感じ。ちょっと一応整理すると、その
その人は、お客さんとして来た人がそうだったって話じゃなくて、お客さんとして来た人も後ろの人。の後ろの人とか、背後霊みたいなこと。みたいなポジションの人が、一見人間っぽいけど、完首全がに飛びぐ出るてんって言ってる人だったと。そう。で、それは、霊感をオフにしてて、他の全ての幽霊が見えてない時に見えてしまってたってこと？その人だけ見えちゃった。意味不明すぎるよね。で、その間に何回も僕がトライしてたの。一回、もう一回、オンにして、オフにして、オンにオフして、オフにしてって、テレビが故障した時みたいな感じのやり方なんつうの、ピとりあッピッピッえずみこう、たいなね。わーみたいな感じでやるじゃん。をやってみたんだけど、全然消えなくって。で、でも、なんか自分のそのスイッチが成功してるなっていうのは、周りの透けてる人がもう見えたり消えたりしてるのが、で、わかったっていう。いや、マジでなんだかわからんのだけど、それ。マジで何なんだ。この投稿をノブさんに届けって思ってるんだけど、今。そうですね、聞きたいね、ちょっと。これ、ちょっと、ノブさんにその体験あるか聞きたいな、マジで。聞きたいし、ももさん、今、マルクさん映ってるよーアムアムアム。こんな時でも全然関係なくアムアムしてくれる。めちゃくちゃ噛んでるな。にゃーっつってましたけど、今。今のスピーチ切り取ってモーモさんに送りつけようか、じゃあ。いや、でもマジで、それ、ちょっと聞いたときゾッとしたわ、めちゃめちゃ。ね、本当に初めての体験っていうか、まあ、スイッチ切ってから初めての体験。ちなみにそれは今まではないんでしょ？そういうふうに。全部切ったらもう消えてるでしょ、みんな。だから快適に過ごしてたのに、なんか例外が出てきやがって、この野郎みたいな気持ちでいっぱいなんだけど。そのね。例外が起こったんだな、要するに。で、しかも向こうさ、その人っていうか、その背後霊の人さ、なんか分かっててやってない？それ、なんか。分かっててやってんのも怖いし。それ何なん？それ。いや、わかんない。いや、なんかスイッチ切ってるであろう空気を察することができたって人でしょ。まあでもそうだよね。だから、でも分かんないけどね、それ、まあその、見えてるんでしょみたいな言葉っていうのは、別に、その、熊子はスイッチ切ってるか切ってないかは、まあ関係なく言ってきてる可能性もあるけど、だとしても消えてないって事実はそうじゃん。ちなみにその人は透けてたの？はっきり言ったの。ああ、じゃあめちゃくちゃ人間っぽかったんだ。めちゃくちゃ人間っぽかって、最初3人組かと思ってたんだけど、結局2人だったんだけど、実際は。でも3人組のうちの1人関節がおかしいみたいな感じだったんだけど、最初は。明らかに異形のものだよね、要するに言ってしまうと。異形の人間みたいな女の人が、こう首ぐるんだして、こっちだけずっと見続けてるみたいな人がいて、みたいな状態だったんだ。で、なんか、何が奇妙だって、本当にお客さんと見間違うぐらい普通の格好してたから、普通の洋服で、しかも靴も履いてて、で、なんか身だしなみも本当に綺麗に整ってきて、本当にお出かけしてますみたいな感じ。バッグこそ持ってなかったけど、ちゃんとそのまま手ぶらで来る人なんだなって勘違いするぐらいには小綺麗にしてたっていうか、外出してるモードだったっていう。ちなみにそれ、くまこさんから見て、なんか、雰囲気的なのはどんな感じだったんですか？あんまり思わしくない感じなんですか？それとも全然普通に、感じ。なんか休日の港区の OL みたいな。じゃあ、嫌な感じとかではないんです嫌な感ね。じとかではない。ああ。なんか OL の休日みたいな。ただ、首が曲がってるだけっていう。じゃあ、全然もうごく普通のオーラ感で、もう、首だけぐるんじゃなくて、やっと気づいたみたいな。だいぶ気持ち悪いな、それ。でも。だいぶ気持ち悪いね。なんかさ、もっとさ、わかりやすくさ、なんか俺は悪霊ですみたいな感じで来てもらわないとさ。ちょっとこっちは困るよね、なんかね。まあ確かにね。そんな悪い感じしないのにもかかわらず、その感じっていうのも、ちょっと感じ悪いっちゅう言ったらだけど。意味が悪いよね。それはちなみにだけどさ、めちゃくちゃはっきり見えてたわけじゃん。過去に見えてきた幽霊たちって基本的に半透明じゃん。で、はっきり見えた幽霊の霊ってさ、生き霊ぐらいだと思うのよ。熊子の今まで見てきたやつだと。生き霊感あった？生き霊感もないし、生き霊だったとしたら、お前今死んでるべ、みたいな感じの。まあそうだよね。関節がおかしくなってるからね。確かに。ニュータイプなんだよ、本当に。なんかもう生き霊と、
その透けてる人の間みたいな感じの、なんつうんだろう、なんかこそうだよね。う、出会だっかたら、感じがもう、あれだったの。なんか、この人本当にどっちなんだろうって錯覚するぐらい分かんなかったの。現実味のない、こう、関節の動きというか、まあ、ヒロシもたまにグルーンしてる時あるって言ってたじゃん。なんか、あれはもうなんかさ、ああいう人たちはもう半透明だから、なんかまあそういうもんだっていう脳が処理してるんだけなど、るほどね もう本当に、何、本当土曜日のアメちゃんみたいな、その透けてない感じの人が首ぐるんってなってて、なおかつ普通に歩いてるっていう、どうすればいいのかみたいな。それはちなみにその、まあ、買い物じゃないけどさ、その、まあ、その背後にななくて疲れてる側の人がお店というかそのブースを去っていった時にそのままついてったわけでしょ、後ろに。だから、あ、背後の人なんだと思ったの。そのついてってる様子は背後霊モードみたいな感じだったの。いや、違うのよね、それも。普通に歩いてるだけ違でしょ。うんだ。普通に歩いてんのよ。それさ、幽霊じゃないんじゃない？幽霊じゃないことある？怖いな。いや、それこそさ、以前さ、あの、こう夜投稿でやったさ、あの、ポチオの山の動画のに映ってたあの、イノシシ男みたいなさ、あれはまあ、熊子は見えなくて、ヒロシだけは見えてたやつだけど、なんかそういうさ、幽霊じゃないやつって実はいるんじゃねえの？結構って思うんだけどね。なんだろう、なんかこう、フェスに現れるフクロウマダムみたいな感じ。それ言うといつもと幽霊と変わらないんだけど、テンションが。そうだね。そうだよね。異形感ないっていう。いやでもこれさ、ずっと思ってたことなんだけどさ、ちょっとこれ思ってることを話していいかな。あと、どうぞ。怪談師じゃん。で、めちゃくちゃ実話怪談集めてきてるわけですよ。もうめちゃくちゃいろんな人の幽霊見たわ体験聞いてるわけですよ。で、幽霊が見えますの人もいっぱい会ってるわけよ、熊子以外。で、みんなさ、幽霊って言うんだよね。ほう、まあで、熊子もまあもともと幽霊って言ってなかったけどね、透けてる人って言ってたけど、分かりづらいから幽霊で統一しようやってって話になって、今そうやって言ってると思うけど、でも今もうやっぱり透けてる人って感覚じゃん、熊子は。まあでもそういうふうに熊子の場合は、なんか透けてるけどいるわ、で、これは世に言う幽霊ってやつかっていうふうに、後になってから幽霊っていう人、まあ、いるかもしれないけど、結構レアケースで、個人的にはみんなね、基本幽霊っていう概念を知ってて、幽霊に当てはめてると思ってるのよ。だから世の中って幽霊だらけで、幽霊以外の概念のものって存在しないのよ。そういう、なんか透けてるというか、その、得体の知れないね、こう一緒にいるみたいなやつで。まあ、それこそ、でも、オカルトの文脈で一つ、こう、解釈するんだったら、例えば、金星人とか、そう、なんか別に別の存在、別の星とか、パラレルワールドからやってきた人とか、タイムリープしてきた人とか、わかんないけどね。とか、なんかそういう解釈できるかもしれないけど、基本的にでもそれってさ、わかんないけどさ、人ってつい全部何でも幽霊だと思ってるけど、実は結構そんなことないんじゃないっていう説が私の中であるんですけど、ぶっちゃけ今回の話聞いた時に、これね、夜とかに持ってこうと思った理由でもあるんだけど、なんかそれの裏付けになってるなってちょっと思ってんだよ。だって熊子もさ、だってその透けてる人だと思ってるから、幽霊だと思ったわけじゃん。なんかそのお客さんの背後霊がおかしかったんだよねっていう話だったじゃん、最初から。でもこれ背後霊ですらなくって、幽霊ですらなくって、得体の知れない化け物の可能性あるわけじゃないですか。なんかもう本当そういうの怖いからタイムリープ失敗した人とかでもいいんだけど、なんかその落ち、ちょっと曲がっちゃってみたいなさ、なんか、ますいませあまあ、んねっていう、すいませんねっていうテンションが欲しかった。まあでも確かに。まあ、そう解釈できなくはないよ。だからまあ、どう解釈するかによるかもしれないけど、個人的には、すげえ気持ち悪いなと思った。聞いてて。確かにね。でもまあ、七代さんがさっきおっしゃってたように、やっぱ幽霊って概念って結構日本だとつい最近できたもんじゃないですか。そうだそれね。こそ江戸時代ぐらいに出てきた、なんか、もう大ブームになったもんね、その時期に。大ブームになった幽霊像を引っ張ってるってだけだから、そうだぶっね。ちゃけさ、その透けてる人にしろ、その今回のなんかねじ曲がってる人にしろ、本当に幽霊なのかどうかは定かじゃないですよね。定義づけができないし。そう。だからこれ、実を言うとさ、そういうの結構いるんじゃねえかと思ってる理由があって、しかも熊子に見えてるものであっても。熊子は基本的になんか透けてる人っていうふうに、まあ、分類してくれてると思うけど、聞いてるとね、やっぱりおかしくね？それみたいなやついるのよ。で、例えばだけど、今ね、本邸、ね、私の住んでる家、本邸にいる、亀爺と
とか、もう、亀爺はい社。はいはい。これちょっと動画見てない方に説明すると、まあ、七城の住んでる2拠点ね、2箇所で住んでるんですけど、そのうちの片方が本邸っていう古民家なんですけど、その古民家の屋根のところにいるっていうふうに熊子がね、見てくれた時に言ってたんですよ。で、屋根の上にどんな人いるんですかって言ったら、亀のように首をぐーって伸ばしてるおじいさん四つん這いで、うろうろしてると。屋根の上をと。っていうふうな話をされた時に、やっぱ幽霊像からは程遠いよねって思うのよ。確かに透けてる人かもしれないけど、熊子から見たら。これ結構、熊子の見てるものの中には、何パーセントか幽霊じゃないやつが混じってんじゃないのって思ってんだよね。で、さらに言うと、今回は、その幽霊の見えて、今まで見てしまった幽霊とかオフする方法が効かねえやつが出てきて、より顕著になんかおかしくねってなったっていうことなのかなと思ってるんだよなな。るほど。そう。なんか、それを聞いて思ったのが、亀爺の前で一回オフやってみたいよね。ああ、そうですね。ああ、確かに。で、うん。それでもし見えなかったら、その、フクロウマダムも亀爺も、袋。透けてる人から外れたっていう。その可ああ、能確性かだに。からあるよね、めちゃくちゃ。いや、すごい、だからね、ちょっとこれ、もしかすると七城家は今後、幽霊を探し求めるんじゃなくて、幽霊にすら分類されない新しい何かこう、まだ未知の、要するに得体の知れない存在っていうのを探していくチャンネルなのかななんてちょっと思ったりとかしてて。ニューカマでもなんかあるよなと思っちゃったのよ。ー。若干、その幽霊だと思ってたけど今まで何でもかんでも。まあ、ということを思いましたっていう話ですね。なるいほど。やー、これ、謎。熊子的にはどうすか？今の話とか聞いててさ。いや、でもなんかね、なんか、自分ができることが増えたことによっては、発見する新技術っていうのがいっぱい出てくるなっていうのがね、ここ最近思ってて、なんかそのオンオフもそうなんだけど、体調悪い続きで、なんか喋れるようになったっていうので、なんか新しい、会話ができるようになったとか、なんか変なところ連れてかれたとか、なんかね、怖えです。怖えです。だからあれだよね、正直。ちょっと幽霊のそれとは違う、今までその熊子がさ、ずっといろんなものを見てきて、いろんなこと体験してきた中で、まあ、ちょっとやっぱり怖いから、幽霊のことをね、多分自分なりにポップに捉えてきたんだと思うんだけど、それが今までは触れないようにしてきた中で、触れてくるやつに関してそういうふうにやってきたわけじゃん。あ、そう向こうそうからそう。来るやつに対しては、ポップな扱いをして、怖さを紛らわせるみたいな。そう。そうそう。今さ、人生で初めて多分幽霊に向かっていってると思うんだよね。幽霊とかそういう存在に。これがどっちに転ぶのかっていうのは それはいい方に転んでもらわないと、そうもうだよ困な。りますよ、それはね。嫌だよね。ちょっとバッドエンドみたいな感じもね、なんか。そうですよ、そうですよ。あれでしょ、なんかここが家になるか、ポップマジック使えるようになりましたみたいな感じで、なんかポップ、よりポップがレベル、よどっりちか。ポップになるの、こっから。それは困る。いや、ポッでプもレベル上がね。りましたみたいな。いや、ただなんかでも本当に今後ね、そういうちょっと既存の幽霊じゃねえものっていうのを見つけていくたびにこうフィーチャーしていくっていうか、していくようにな、なってく可能性あるな、このチャンネルってちょっとふと思ったわ。未来の展望的に。可能性広がりますね、これは。そうね。ちなみに、阿部寛さんは今聞いてどう思いました？何なんだろう。ってかさ、やっぱり今後研究が必要ですよね、熊子さん的に。ってのも、まだ前例がよくわからねえ港区女子一人なわけじゃない。そうだね、港区袋を一人。そうそうそう、女子がさ、一人なんで、まあさっき熊子さんおっしゃってたみたいに、亀爺もそうですし、あとオフにした状態で結構いろんなところを練り歩いてみて、実際にじゃあ見えるやつおんのかっていう人間以外で。確かに。そう、症例を集めていって、こいつらが一体何なのかっていうのを解き明かせるまでいったら、ちょっと面白そうだなというのはありますね。めちゃめちゃ視点が研究者。ごめんね、そう。いやいクマやコさいやいんや、めっでちゃ困も。るだろうけどさ、オフにしてんのによっていうのはあるだろうけど、確かまあ、に。そう、イコールさ、その見えてる対象が何だか分かったら、クマコさんもすごい、結果的にね、いいと思うんで、そうだね。そうね、解き明かしていくべきだとは思いましたね、すごい。そうだよなんね。か、オフにして、こうやって、しかもなんか、強敵なわけじゃん、今のところ。そうね。見えてるってことは。もうさ、5体以上その強敵が見えるようになったら免許取るのやめようと思ってんだけど。とりあえず。それ困るな。
言ってたもんね。だってその、オフにできるから免許取りに行けるかもって言ってたやっもたーと思って、免許センター予約しようとしてたのに、なんかしようとしてた矢先に、なんかその港区のフクロウマダムに会って、もうダメだと思って もうダメだ。それ困るね。それ困るな。どうしようね。本当確かに。に困るな。そうなんだよな。結構勇気なのよ。でもさ、あれじゃない？これ、免許取って運転し始めてからの方が怖くない？そうね。怖いよね。なんかめっちゃ怖い気する。だってさ、走ってる時にさ、ね、飛び出してくるやつだったらまだね、まだあれかもしれないけど、でも引いてもさ、まあ、するっていくかもしれないけどさ、運転してたらさ、助手席に乗ってるとか超怖くない？なんてそういうの。いや、超あっ怖いよた。ね。でも、引くのも困るんだ。だって、それでさ、引いて結局、本当に人間だったらさ、確かに、どっちか分手かんがなくなっ引ちゃったかもないとね。困るわけね。そうか、そっちの方が怖いわ。あと、すげえ怖いこと、ふわって思ったのがさ、教えてくれる教習所のおじさんのさ、なんかそれも袋みたいな感じでさ、教習所のおじさん前向いてんのにさ、そんな、なんか透けてる人だけずっと僕の方見てるとかさ、嫌だな。こうなってるみたいな、こうなってるみたいな感じの。いやー、困る。怒りうるな、これ。ちょっとね。アシュラマンって名前つける、そんなことあったらもうちょっと。ちなみになんだけど、熊子はその今回デザインフェスタでさ、それやったわけじゃん。人数めちゃくちゃ多いって疲れちゃうから、オフにしようっつって。その人混みみたいなところ、例えばめっちゃ東京駅とかさ、ああいうところってすごい人いるじゃん。ああいうところでやったことって他にある？今のところデザフェスと、あとなんだっけ、品川駅、品川駅。お早朝のあのセラリーお。マンでいっぱいいる。はい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 。いつもだったらなんかすごいポップなおちゃらけてるやつが、仕事頑張れーとか言ってて、阿波踊りみたいな感じになってるんだけど、やったな、そんそうな品なん川だ。駅。で、それをオフにした時に、歩いた時に、あ、みんなこんな真剣に歩いてんだとか思って、感動した。その時は、あ、もう誰もいなかったの。誰もいなかったんだ。だから、成功したと思って、意気揚々とデザフェスに挑んだわけですよ。で、そしたらそういう目に遭っちゃって、なんだよみたいな。なんやねんっていう。まあ確かにね。まあね。ちょっとでも、さっき、あ、目のちゃん言った通りで、やっぱサンプルを集めてね、ちょっと研究じゃないですけど、我々の方で一体それが何なのかっていうのを解き明かすじゃないけど、はやっていきたい気がするから、別にあの、クマコに無理くりサンプル集めろとは言わんけど、なんか時々そのオフにした時になんか変なことあったら、ちょっとまたこういう感じで動画でちょっと喋らせてくれやっていうふうに言ってほしいな、なんかちょっと。多分これね、視聴者のみんなもね、多分続報というか、他に何かいたら、ちょっとどんなのが見えてるんだろうって気になると思うんでね、幽霊じゃないかもしれないやつだから、言ってしまうと。そうね。はい、というわけでございましてね、今回は、まあ、ちょっと熊子がね、スイッチをオフにしてね、霊感をオフにするって方法を覚えたのにもかかわらず、残念なことに結構、ね、今回デザインフェスタでちょっと見えてしまったという、ただ幽霊なのかどうかわからねえぞっていうとこでございましてね。これ視聴者の皆さんがどういうふうにそれを解釈するのかっていうのはちょっとぜひ聞きたいなと思うので、まあ特徴としてあれだよね。要するに首の角度がおかしいっていうか、ぐるんぐるん回ってるみたいな感じの横向きになってるような状態で、でもあとそれ以外は普通の人間ってことだよね。肉体を持ってる感じの。あ、しそうかも普そう、通の格好の。肉感があったっていう。肉感があった。だそういうものがもしかしたらいるのかもしれんから、ちょっと皆さんのぜひ解釈というか、まあ、こうね、いろいろちょっと考察とか、まあ、いろいろ聞きたいなと思いますので、ぜひよかったら、何かある方はコメント欄にいただけたらと思います。そしてね、よかったら、この動画面白いと、これからのね、何しろか楽しみだって方は、よかったらいいねボタンをお願いします。そしてですね、ぜひこれを機に、七代家のチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。で、これいつもね、朝投稿のメンツなんで、ちゃんと言っとくんですけど、またね、おやすみなさいでございます。ありがとうございます。じゃあ、行きましょう。それじゃ、またねー、おやすみなさい。おやすみー。いい夢見てねー。この流れで。この流れでいい夢見れない気このがする。流れで。悪夢しか見ない気がするけど。それじゃあまた。おやますたみ。ね。気をつけて。